はい、ありがとう整体の平野です。右投げのピッチャーが肘を壊す理由の、まあ、大きな理由の一つですが、まあ、今例えば大リーグの、ね、ダルビッシュ投手とか大谷選手も右の肘を壊してますけども、まあ、今回私が見つけた、まあ、地球の地軸に対する、体の4つのブロック、左腸骨、右の股関節裏、そして右肘、左の鎖骨なんですけども、そこに、ブロックが、生じています。まあ、調べてもらうと、うつ伏せで調べてもらうと、右肘の方が重くて左の肘の方が軽いみたいな、これは、右利き左利きとか関係なく、ほぼ全員の方に、見られる、ブロックです。ただ、靭帯の緩みだとかね、そういったものがある場合は、それが顕著に出ない場合もあるんですけども、靭帯の緩みをしっかりさせて、軸をしっかりさせてくると、その、ブロックしているものがはっきり、浮き上がってきます。で、これはもう本当に、南半球の方は別として、北半球の方はほぼ全員あるで、生活してきた方はほぼ全員、あるのではないかという感じですけども、このブロックを、外すのには、筋肉を揉んだり、矯正をかけたり、ストレッチかけたり、温めたりね、まあ、通常の、その治療をしてもですね、そのブロックは外れません。それは地軸に対する、体が防御する守るためのシステムとして、脳が、認識して、しているものであって、それが、まあ、今は、必要ないということを脳に認知させることによってそのブロックが外れます。で、肘が柔らかくなり、肋骨がうまく動くようになり、そして肘の、特に右の肘の右ピッチャーの場合は右の肘に、ね、負担がかかるんですけども、それが負担がかかりにくいような感じになると思います。ただ、左の鎖骨もあるものですからね、左の鎖骨で左ピッチャーの、肩肘も当然、あり得るんですけども、右の肘の問題は右ピッチャーに対しては非常に、問題が大きいのではないかと思います。特に、まあ、腕の振りの逆にいい人の方がここにダメージが、与えられるのではないかと思います。で、その、そのブロックしている状態、そしてブロック後の、状態というのは、この後の、ビデオでね、一度見ていただきたいなと思います。で、そこに気づいているのは多分世界で、ほぼ私だけではないかというふうに、ちょっと自負しているんですけども、特にピッチャーで、右肘をね、壊したという方がいたら、ぜひ当院で、一度調整をしてみることをお勧めします。